吉野さん、先日ねとっても面白いコンサルさせてもらいました、まあ、それはですねコンサルの日程を決めさせてもらったんですよまず最初にでその日程までに10日ほどあったんで、まあ、コンサルねいきなり Zoom で繋いで「はいスタートじゃあ効率が悪いんであのコンサルしていただきたいその解決したい問題は何か2点か3点ぐらいちょっといただけますか?」ってことで事前に頂い,いたんですよコンサルではこういうことを解決したいんでお願いしますみたいなことでね その時は3点いただいたんでじゃあ1時間に20分ずつ割り当てて、えー、そのためのね細かいサポートができると思いますんでまずね私の方からちょっと1時間ぐらいで動画を撮ったんでそちらの方を予習しといてくださいってやったんですよそうするとその1時間の動画を送ったらまあほぼねコンサルの,、まあ、あの糸口が見えましたっていうふうに返信が来たんですよでそれをたたき台に実際のコンサルに行ったんですけども そうでもののね15分ぐらいで終わりましたねコンサル自体はで残りの45分はお互いの思い出話とかねそれからモチベートっていうんですけどもやる気を出さしていつまでにやるみたいなことをこう約束してもらったりとかねコンサルの内容が離れたことをやりましたねだからコンサルももう事前にもうできることはねあのー、オンタイムでなくてもできることって結構あると思うんですよでオンタイムじゃないとできない細かいところね そそれこそリアルタイムにご質問いただいてその瞬間答えないとなかなか細かいところまで手の届かないところがありますんでそれはね、まあ、コンサルの中でやったわけなんですよまあこうやってやると動画を使うことによって事前にいろんなねやり取りをすることによってものすごく精度の高いコンサルが短時間でできるかなっていうことこですよねでまあコンサル費用も頂い,いたんですけどもまあぶっちゃけねその15分で全部費用は完了みたいなことになりますしまたね コンサルをした時の映像っていうのを動画で送っておりますんで、またあの反復で咀嚼もできるということでね、まあ、今の時代だからこそできるサポートかなと思います。これがだからリアルで面談でサポートとかね、それからセミナーを受けてどうこうとかいうことになると、録音とか録画の許可でももらわないとできないじゃないですか。うん、でしかも、事前の動画送信って、うん、やっぱね、すごくいいのが、こっちも、 1>, 1時間の内容を1時間で撮影したいわけじゃなくて40分ぐらいで撮りたいわけですよ。ですんでいただいた質問を要点にまとめてでリズムよくね回答することによってあのものすごく頭に入りやすいってこともできますしあとはねやっぱり再生が倍速でできるところもありますね。何度も何度も見る中で大事なところはじっくり聞いてもいいんだけどもでもそうでないところとか流れをねえ本当に会話の流れで、えー、こう耳に入れたい時ってもう倍速とかで1.5倍速でできるんで なんかものすごいね、密度の濃い1時間のファイルを送ることができたなっていうのが、まあ感想でいただけて、さらにコンサルのね、なんか充実度が上がったということだったかなと思います。確かにね、コンサルを申し込まれて、あの、例の広島市内でやった時って、1時間なら1時間、2時間なら2時間のコンサルをやっぱ3万とか5万でいただいてたんですけども、脱線したらね、本当に申し訳ないなぁ。 っていう気もしましたしまたでも場合によっては脱線したいのに脱線させてくれなかったそのフラストレーションっていうのがサービスのちょっとね不足という風に感じさせてしまうこともあるなと思ってね複雑でしたね今はそんなこと全くないんですごくうまくできるようになりましたというところでいってらっしゃい。